っぱり怖い。ラネール地方、ゾーラの里に暮らすゾーラ族。多種族と比べても非常に長命な水の民である。他者の傷を癒す力を持つゾーラの王女ミファーは、そのゼルダは使者としてリンクたちと共にゾーラの里へと赴き、ゾーラの王ミファーを神獣の繰り手に。はい、ミファーならばきっと大事を成してくれるだろうと王も申しておりました。だが神獣を操り厄災を封ずるという大役には相応の危険が伴う。大魔の騎士も現れず、厄災への備えはまだ整っておらんと聞いたぞよ。それは娘を危険な戦いに赴かせるわけには。ですがドレファン様、ご報告が。リンク、また背が伸びたんだ。でも変わらないね。あ、この子はガーディアン？かわいい。ミファー様、雷獣さんより現れた魔物の群れが里に迫っています。お父様は？ドレファン様は自ら指揮を取り迎撃に当たっておられます。そのシド王子はご一緒ではないのですか？シドがいない。シドは私たちに任せて、あなたは里のみんなを。はっ。いける。
8年。ミファー様、リンク、ああお任せください。
Yeah!
やらなきゃ。負けられない。
行く？お任せください。
Yeah.
で戦うなんて。本当に心配したんだから。でもありがとう。よく頑張ったね、シド。